ははいこんにちインズですなんだかんだ毎年ラファエル・モンテロさんの話をしているような気もしますが今回もモンテロの話をしていきます。 2021年マリナーズのクローザー候補としてチームに加入するも、なんと素晴らしい今や伝説の防御率7.27を叩き出しての DFA、グレイブマンと共にアストロズとトレードとなりましたが、そんなモンテロ、昨年はアストロズブルペンを支える活躍を見せたのは記憶に新しいかと思います。昨年は71試合とブルペンでフル回転し防御率2.37、チームの中でも信頼されているピッチャーだったことは間違いなく、勝ち試合ではクローザーのプレスリーにつなぐまでの役割を何度も担ってきました。 プレイオフも10試合で防御率1.93と、アストロズの世界一にも大きく貢献し、初めてのチャンピオンリングも手にするシーズンとなりましたよね。 そしてオフに FA となったモンテロは昨年1年間の活躍が認められアストロズからクローザーではないリリーフピッチャーとした破格ともいえる3年総額3450万ドルの大型契約もゲット E いいシーズンを送り世界一にもなってそして大型契約と屈辱の DFA からたったの1年でモンテロは野球選手としてのキャリアを大きく転換させましたバースバック候補として期待した自分としても複雑な気持ちがないと言ったら嘘であるものの彼の成功自体は嬉しかったです ところが、モンテロさん今期はどうしちゃったんでしょうか ここまで33試合に登板して防御率なんと7.7631回3分の1を投げて自責点が27も数えすでに昨年1年間トータルの自責点を半分以下のイニング数で大幅に上回ってしまっていますまた5月以降に限ると防御率脅威の11.17一瞬脱参心率かと思いましたが何度見ても防御率でした5月以降は19回3分の1を投げて自責点2 4 4四月末までは防御率2.25と昨年の成功をそのまま続けるようなピッチングだったんですが突如として歯車が狂ってしまったよう ここまででのピッチング複数失点した試試合合がすでに7試合もありまたた1試試試合合合4失点以上しももも早くも3試合もはや投げては打たれるような状態で、アストロズとしてもモンテロを勝ち試合に信頼して送り出すこともできず、彼の使いどころに非常に苦慮している印象すら受けます。6月25日のドジャース戦でモンテロが3点リードを吹き飛ばした際、アストロズのベイカー監督がモンテロの起用法について記者から問われると、じゃあいつ彼を使えばいいんだとコメントするなど、本当に苦労しているんだなと思わされてしまったものです。 まあ今のモンテラのピッチングは正直用語の仕様がないくらいにはひどいものです。30回以上投げた MLB の全リリーフと比較しても、防御率7.76はぶっちぎりで MLB ワースト。WHIP1.82 も当然ワースト。FIP はいくらかましですが、それでもワースト6位。ベースボールレファレンスサンスのウィンザボーボリプレイスメントは今季先発登板していない選手の中ではワースト。ファングラフサンスのウィンザボーボリプレイスメントでもワースト8位と、MLB 最悪クラスのリーフピッチャーであると。 これが若手のピッチャーとかだったらまだいくらでも手の内用はありますが、モンテロは今季年俸1150万ドルもらいながら、MLB 最悪のリリーフをやってるというのはアストロスとしてもどうしてこうなっちゃったのと思うほかないでしょう。去年あれだけのピッチングを見せてくれたのに触れ幅が大きすぎますよ。昨年と今年のモンテロの成績変化を見ていくと、 まず際立つのは打球関連の指標が大幅に悪化している点ですよね。主要指標が軒並み大幅に悪化していて、長打になりやすいとされるバレルの打球の割合は昨年2.9%だったのが、今期9.4%、3倍以上になっていますし、平均打球所速は昨年比で3マイル以上も増加。ハードヒット率46.9%はモンテロがバッターだったらどれほど良かったことかと思いたいくらいに強打されていますし、当然ながら WOBA や XWOBA も悪化。 XWOBA の方が低めではありますので、多少運の悪さもあるかもしれませんが、それでも昨年比でかなりハードヒットされているのは否定できないでしょう。長打を浴びるケースも増えていて、特にホームランですよね。9人語りで許したホームランはちょうど2本。昨年比で約5倍のペースでホームラン打たれてしまっています。強い打球を打たれやすくなっている分を脱三振で補えたらよかったんですが、それができるだけの脱三振のペースではありませんし、またフォアボールを与えるペースが悪化している点も、投球内容の悪化に拍車をかけてしまっている印象です。 去年と比べてランナーも許すし、ハードヒットもされるし、三振でどうにかできるわけでもない。失点が増えるのも納得の内容ではあります。球種別に見ると特にチェンジアップとシンカー、こちらがかなり打ち込まれている状況が見て取れます。ランバリューの面でチェンジアップは昨年マイナス6とかなり効果的だったのに対し、今季は一転してプラス4。シンカーに至っては昨年ランバリューがマイナス3だったのが今季はプラス7と、メタメタに打たれているみたいですね。 近年のモンテロはハードヒットを避けながらゴロを打たせるのがうまく、昨年もゴロ率が52.9%と高水準で、そこに三振も奪う力が戻ったことで一戦級のピッチャーになれたと思うんですが、ゴロを打たせる上でチェンジアップと進化は大事なボールであったはずです。それが今季何らかの理由で機能不全に陥っていると。 今期のモンテロはゴロ率が34.4%と昨年と比べても大幅に低下し、代わりにフライトライナーが増加する全くもって理想的ではない状況となってしまっていて、で、しかもハードヒットを許していることから長打も増加、失点も増加という流れでしょうかね。チェンジアップ、シンカーが使えないせいはわかりませんが、今期フォーシームの割合を増やしていて、それもまたゴロ率減少、ハードヒット増加に寄与してしまってはいそうです。ただ正直、モンテロのチェンジアップとシンカーの何がそこまで悪くなったのかよくわかってはいなくてですね。チェンジアップに関して言えばボールのクオリティを かる指標で100を平均としたスタッフプラスが昨年102だったところ今季68と大幅に下がっていてチェンジアップはボールのクオリティ自体がガタッと落ちていそうな雰囲気はありますが一方でコマンドは平均以上ですしシンに至ってはスタッフプラスもコマンドも別にそこまでひどくなるような感じでもないのでこんなに急激に内容悪化するほどかなぁと思う部分もあります。 ま、4シームも今期内容が悪化していますので、変化球が行きなくなっている側面もあったりするんでしょうかね。この辺は分かる方がいれば教えてほしいです。他にモンテロを見ていてちょっと興味深いなと思った成績をご紹介すると、カウント別の成績ですね。 昨年はどんなカウントでも概ね似たような成績。かなり相手バッターを抑え込んでいたところ、今季は投手有利なカウントを除けばもうほぼ滅多打ち。というか投手有利なカウントでは非 OPS が3割9分6人とむしろ昨年よりもいい成績を並べているのに、ひとたび平行カウントですとか、打者有利なカウントになってしまうと相手バッターが途端にバリーボンズ級のバッターに化けてしまうくらいの成績変化。 特別甘いボールをそういったカウントで投げているわけではなさそうですが、そもそもとして自分に有利なカウントを作ることに少し苦労している部分はありそうですかね。カウントで先行すればかなり抑える確率上がりそうですが、なかなかそれができず、逆に不利なカウントになるとほぼ打たれると、今季残りのシーズンでモンテロが立ち直るためには、いかに有利なカウントを作るかは鍵になるかもしれません。 またもう一つ興味深かったのは今季のモンテロめちゃくちゃ不運。インプレージの打率である BABIP が4割1分6人と異様に高く、彼のキャリア平均である3割3分5人と比べても際立って高いと、今季30回以上投げた MLB 全投資の中でもモンテロの BABIP は3位と非常に高く、すべてがすべて彼のせいではなさそう。 ま、ピッチング自体が悪化しているところに不運も重なってしまっている側面もありそうですかね。アンラッキーの例を挙げれば5月6日のマニナンズ戦。この試合が今季ここまでのモンテロのターニングポイントとなった感がありますが、3点リードの8回裏に登板し、簡単に2アウトを奪った後、フォアボールを与えてしまうと、続くカルローリーをこれ以上弱い打球になり得ない、ハーススイングにたまたま当たったボッテボッテのゴロに抑えたんですが、これがモンテロのグラブをかすめる絶妙な位置に飛んでナイアンダー。 続くテオスカー・ヘルナンデスも三遊間のゴロ。ペーニャの送球が良ければもしかしたら三塁フォースアウトになったかもなという感じの内野ンダで満塁。そして JP ・クロフォードに同点タイムリーを浴びる運びとなったんですが、見ていてハードラックだなぁとは思いました。マニナーズ時代のモンテロも飛んだ位置が悪くてヒットになることがたびたびどころではないくらいの頻度でありましたが、まあ、あれを思い出すような感じですよね。せめて運さえ良ければもう少し見れる成績になったんでしょうが、神は残酷です。 何もかもがうまくいった2022年から一転して、何もかもがうまくいっていない2023年のモンテロ。アストロズブルペン内での立ち位置を失いつつありますが、アストロズは投手陣がいい反面、打線がそこまでまだ勢いづいていませんので、勝つにしても負けるにしても点差がつくことが少なく、楽な場面でモンテロを調整登板させることもままならない状況です。 とは言ってもこれから後半戦を戦うにあたって、いつまでも今のモンテロをロースターに置き続けるわけにもいきませんし、残された手段は適当な理由でアイエルに入れ、様々修正に取り組みながらマイナーでリハビリ登板を重ねるくらいしか手段がないようにも思います。3年契約終盤だったら DFA という判断もありそうですが、まだ1年目ですし、3450万ドルも死に金にするわけにもいきませんので、アストロスとしてはどうにかモンテロがかつての輝きを取り戻すことを祈るほか今はないでしょうか。 ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビン関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。